んにちは、まいこでございます。本日はですね、2019年上半期韓国コスメの、ベスコスを5つご紹介していきたいと思います。今年まだ韓国に行ってなくって、まあ、去年もか、行きたいよね。そろそろ、まあ、夏暑いけど、そろそろね、マイレージも溜まってきたし、計画を立てようかなと思っております。今回は韓国コスメだけを、ピックアップしてご紹介をするんですけども、韓国コスメ以外を一括りにして、それでまた別途上半期の、ベスコスをご紹介したいと思っておりますので、そちらの方もね、楽しみにしていてください。それではスタート。まず1つ目、こちらでございます。ジョンセブンのエッセンシャルスキンヌーダーロングウェアクッション、私はお色ミディアム、ロングウェアの中で一番、暗い色を使っています。これ視聴者様からおすすめいただいた商品なんですけど、これ使ってみたら本当によくって、カバー力に保湿力に素肌感、この3点を極めた、クッションファンデって言っていいと思います。韓国コスメのクッションファンデって案外年齢肌と合わないっていうか、年齢肌だと使いづらいものが結構多いんですよね。まあいろいろ試したところ、だけどこの子はね、本当に優秀で、 SPF50+PA3+ 入っているので、日焼け止め効果もバッチリあります。保湿力が高いのに、ロングウェアでカバー力もある、年齢肌、私も30半ばなんですけども、バリバリの年齢肌でも綺麗に見せてくれるっていうので、すごくね、いいアイテムに巡り合えたなっていう感じです。ジョンセブンのクッションファンデっていくつか種類があるんですけど、ほぼ全く同じパッケージのデザインのものが2つあって、1つがこの私が持っているロングウェアタイプと、あともう1つがスタンダードの、スキンヌーダー、それにもう1つ、クッションシーラーっていう、カバー力もあってツヤも出せるみたいなやつで、今それもね、欲しいなと思ってるんですけど、一番スタンダードのタイプは、普通肌、乾燥肌向け、私が持ってるこのロングウェアは、混合肌、オイリー肌向けになっています。私ね、冬だったら乾燥肌向けのものを大体買っちゃうんですけど、まあ、これちょうどね、春先というか、ちょっとまだ肌寒い時期に買ったので、混合肌向けのこちらを購入したんですけど、春先に使っても全然乾燥する感じはなかったし、すごくしっとりして良かったです。私が使ってるのはこのミディアムっていうお色なんですけど、ちょっとね、私のお肌より若干明るいんですよ。一冬を超えてお肌結構明るくなってきてたんで、いけるかなって思ったんですけど、やっぱダメでしたね。で、ロングウェア以外、このもう一つ、さっきお話した普通肌乾燥肌向けのクッションファンデと、あとクッションシーラー、この2つはね、もう1段階暗い色があるんですよ。ディープミディアムだったかちょっと覚えてないですけど、これだとね、ちょっと明るすぎたので、クッションシーラーかなをもう一つ1段階下の色に下げて、ちょっと買おうかなって考えてます。これもね、ほんと1段階色下げてほしいんだよね。なんでこれだけ色展開少ないんだろう、人気ないのかな。はい、次は、ウェイクメイクのコンシーラーです。私21番っていう4色展開ある中の2番目に暗い色、3番目に明るい色を使っています。これはですね、クマを隠す用の軽めのコンシーラーよりも濃いめ、こっくりめで、資生堂のスポッツカバー、シミをね、隠すような、動乱みたいな感じの硬いコンシーラーよりも柔らかめっていう、ちょうどね、間ぐらいの質感で、広い範囲のそばかすを隠すようなコンシーラーだと結構剥げやすかったり、まあ、取りやすいものって結構多いと思うんですけど、これはね、粘り気があるっていうか、濃いめの質感なので、すごく落ちないし、ロングウェアで、しかもカバー力がめちゃめちゃあります。けど1800円ぐらいでね、安くないんですよ、韓国コスメにしては。ね、ザセムのコンシーラーとかワンコインだったりするじゃないですか。まあそれと比べちゃうと高いんですけど、もうテクスチャーがね、もう本当に良くて、値段等の、クオリティだなっていう感じです。ここ数年、コンシーラーのベスコスの顔ぶれは変わってなかったんですけど、この子ね、仲間入りすると思います、今年。今更感あるんですけど、こちら 3CE のマルチアイカラーパレットのスムーザーでございます。私これ好きすぎて、他にまた2色買って3色持ってるんですけど、これ本当にいいんですよね。この質もめちゃめちゃいいし、私一番好きなのはこの全部マットの、パレットなんですけども、まあマット好きのね、私としてはブレンドしやすいこな質と、赤みとね、トープっぽいクールトーンの茶色のバランスがこれめちゃめちゃ良くて、まずベースになる明るい色、かなり明るいオフホワイトに
にちょっと黄みの強いベースの色を整える程度のベージュと、あとピンク味がほんのり入ってるベーストーン、なんだろう、選びたい放題だよね。中間色ゾーンもすごく良くて、このお色とかね、かなり赤みの強いブリックカラーだと思うんですけど、これ一色でこなれ感を出したあのアイメイクとかもすごく可愛いし、クールトーン気味のこの辺のトープカラーで目のね陰影をつけてあげて、これで締めてあげるっていうね、これもなかなかねこっくりめの色でちょうどいい茶色なんですよ。今日のアイメイクもこちらのアイパレットを使ってるんですけど、赤み色をこの外側に入れて、この下の3つで陰影をつけてる感じです。ちょっとかなりざっくりした説明ですが、はい、よく皆さん捨て色のないパレットがなんとかって言いますけど、まさにねそれって感じ、すごい気に入ってます。次はですね、またウェイクメイクなんですけども、ウェイクメイクのエニープルーフタトゥーブロー、これはですね昼も夜も使えるアイブロウティントみたいな感じなんですけど、ティントといったらあのベタッと塗ってペリって剥がして色がつくみたいな、あのタイプを思い浮かべると思うんですけど、これはね普通に使えるんですよ。濃すぎもないし、まあ、加減次第ではあるんですけども、日中普通に使っても自然に、あの今日もこれ使ってるんですけど、全然タトゥー感ないでしょ。とまあ洗い流してクレンジングしてもこの色のままうっすら残るみたいな、ペタッっていうティントほどは残らないんですけど、ほんのり残ってくれる感じですね。アイブロウって私やっぱりリキッドが一番ね使いやすいと思うんですよ。好みは人によって違うと思うんですけど、でもほんとねこれ色の強弱のつけ方もすごいつけやすいし、こっちが細くなってて、こっちがなんだろう、太くなってるんですよね。こっちの平らな方を使ってベタ塗りをすることもできるし、この細い方で毛を一本一本描き足してあげるっていうこともできるし、あとねすごい乾きづらいっていうのもいいポイントで、こう例えばこれベタって塗るじゃない、でベタって塗った後にこうムラができたとしてもポン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 ってやれば綺麗になじむんですよ。なんかそのね使いやすさっていうのがまあピカイチなんですよね今のところ。なんか日本のブランドのリキッドアイブロウ系も私いくつも試したんですけど、塗ってねどれもぼかしにくいんですよね。これはあのそこの点ではすごい長けてるなっていう気がします。次はミシャのイタルプリズムの19番、ちょっとパープルがかったエスプレッソブラウンなんですけども、オレンジっぽいラメがパープルがかった濃いエスプレッソブラウンの上に乗ってるっていう感じですね。これねほんとすごいぼかしやすいし、締め色ってマット使うことが多いと思うんですけど、これは本当にあの使いやすくって、と肌に溶け込むようなラメ感っていうか、なんていうんだろうな、ベルベットな質感って言えばいいんですかね。あのすごくね上品な仕上がりになります。単色でブワってグラデしてもすっごい可愛いし、この締め色だけでこの際にピピって入れても可愛いし、すごくねいい色ですね。というわけでいかがでしたでしょうか。今年上半期韓国コスメのベストコスメでございました。それではいいねボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。 See you next time!